室伏,室伏広次、室伏広次、室伏広次、1974年、昭和49年10月8日台は、静岡県沼津市出身の日本の男子ハンマー投げ選手、スポーツ科学者、中京大学博士、東京医科歯科大学教授。学位は、博士、体育学。専門は、陸上競技、ハンマー投げ、スポーツ科学、スポーツパフォーマンスシステム研究。 特にアスリートのパフォーマンス向上に関する研究。フルゲームは、室伏アレクサンダー博士、小路アレクサンダー室伏。2020年東京オリンピックパラリンピック、組織委員会スポーツディレクター、理事。スポーツ庁、オリンピックパラリンピック教育に関する有識者会議員。主な実績に2001年、世界陸上エドモントン大会銀メダル受賞、2004年、 アテネオリンピック金メダル受賞。2011年、世界陸上テグ大会金メダル受賞。2012年、ロンドンオリンピック銅メダル受賞。2004年のアテネ後、我が根メダルを評価され、指示報奨を授与されている。2016年6月、競技引退の意向を表明。父親は、アジアの鉄人こと、室伏茂信、全日本記録保持者、中京大学名誉教授。 ヒロジ自身も、鉄人と呼ばれている。母親はオリンピックやリナゲルーマニア代表の、セラフィナ・モーリツ、シゲノブとの離婚により、ヒロジとは性別。父親が、日本人で、母親が、ハンガリー系ルーマニア人のハーフ。現地のミドルネーム、アレクサンダーを持つ。妹は、アテネ・五輪女子ハンマー投げ代表、女子円盤投げ日本記録保持者の室伏ゆか。 2015年5月、一般会社員女性と結婚。静岡県沼津市生まれ。愛知県豊田市立東穂美。小学校、豊田市立穂美。中学校、千葉県、成田高等学校、中京大学体育学部を経て、同学大学院体育学研究科に進学。2007年、中京大学大学院で博士号、体育学取得。二千十一年四月、 中京大学スポーツ科学部競技スポーツ科学科、准教授に就任。2004年アテネオリンピックの男子ハンマー投げ金メダリスト、陸上投擲種目で金メダルを取ったのはアジア史上初。日本オリンピック委員会2005年度選手強化キャンペーンのシンボルアスリート制度適用選手、IAAF 選手委員2期目。2012年3月、 日本陸上競技連盟が行っている格付けで S クラス最高位に認定された。同年12月13日新設されたゴールドアスリートに指定された。2014年6月東京オリンピックパラリンピック組織委員会スポーツディレクターに就任。同年7月に東京医科歯科大学教授兼スポーツサイエンスセンター長に内定。同年8月に 東京医科史科大学特任教授を経て、同年10月より同教授に就任。2015年3月12日、日本陸上競技連盟の新理事に6月開戦の直期役員として内定したことが発表され、就任。2015年6月、日本オリンピック委員会の理事に就任。2016年6月24日、リオデジャネイロオリンピック代表選考会を兼ねた。 日本選手権のハンマー投げ競技終了後、第一戦からの引退を表明。幼少時からテニス、水泳、野球、少林寺件法など様々なスポーツを経験しながら育つ。小学3年から中学2年までは、ロサンゼルス近郊に滞在しており、ゴルフやテニスを習っていた。帰国後は、ホミ、中学校に編入学、当初は複数の部活動を掛け持ちしていた。 最終的に陸上競技部へ入部士三種競技 B、砲丸投げ、総幅飛び、400メートルに取り組んでいたが、身長が急激に伸びた、際の成長痛に悩まされてよりほとんど練習していない状態だったという。1990年に成田高等学校に進学。入学当初はやり投げ、総幅飛び、三段飛べ、ハードルなど様々な競技に取り組んでいた。 高校1年の夏前から専門種目としてハンマー投げに取り組み、日本高校新記録、高校最高記録を受立。インターハイは1991年1992年と2連覇を達成。1993年に中京大学に進学。父、室伏修信や溝口和弘のコーチングを受け、日本学生新記録、日本ジュニア新記録を受立。 人化で4連覇を達成。1994年の広島アジア大会では6 7ル4 8を投げて2位。1995年の第79回日本選手権では6 9ル7 2を投げて大会初優勝を果たした。同年の世界陸上用手掘り大会では6 7ル0 6を投げて予選35位。1997年に 水野に入社。同年の世界陸上アテネ大会では7 4メートル8 2を投げて10位。1998年4月26日に行われた群馬カーニバルで父、室伏重信の持つ日本記録を更新する7 6メートル6 5を記録。12月13日のバンコクアジア大会では7 8メートル5 7で大会初優勝。 1999年の世界陸上セビリア大会では 75m18 を投げて予選14位。2000年5月13日の大阪国際グランプリでは初の 80m スローとなる 80m23 を記録して優勝。シドニーオリンピックでは雨天のコンディションから 76m60 で9位に終わり入賞を逃した。 IAF グランプリファイナルでは 80m32 で2位。2001年7月14日の中京大土曜記録会では世界陸代7位、当時となる 83m47 を記録。8月5日の世界陸上エドモントン大会では 82m92 を投げて2位になり、銀メダルを獲得。当種目でのメダル獲得は世界陸上五輪を通じて、 日本人初であった。9月7日にブリスベンで行われたグッドウィル・ゲームズでは8 2メートル9 2で優勝。2002年5月11日のドーハグランプリで、この年のシーズンベストとなる8 3メートル3 3を記録。9月14日の IAAF グランプリファイナルでは8 1メートル1 4で優勝。 20日の IAF ワールドカップでは 80m03 で2位。10月8日の富山アジア大会では 78m72 で優勝し、大会に連覇を達成。2003年5月10日の大阪国際グランプリでは 82m95 で優勝。6投すべての試技で 81m を超えた。6月8日の 第87回日本選手権では 83m29 の大会新記録で9連覇を達成。6月29日のプラハ国際で世界歴代3位、当時となる 84m86 を記録、過去15年における世界最高記録であった。8月25日の世界陸上パリ大会では、出発3日前の練習中にサークル内で滑って転倒し、右肘を強打。 手の指に力が入らない状態で、一時は、欠場を考えたコンディションながら80メートル12を投げて3位にな、銅メダルを獲得。2004年6月6日の第88回日本選手権では82メートル09を投げて、父、重信と並ぶ10連覇を達成。8月22日に行われた、 アテネオリンピックの大会中は 82m91 の記録を残し2位となったが、83m19 の記録で1位となっていた、ハンガリーのアドリアン・アヌシュにドーピング疑惑が浮上。アヌシュは IOC が求めていた再検査のための尿検体提出を拒否。さらに、競技前後それぞれに提出した2つの尿検体が、同一人物でないことが判明。 アテネオリンピック最終日の8月29日にドーピング違反で失格処分となり、室伏氏が優勝者となった。9月のスーパー陸上ではシーズンベストとなる83メートル15を投げて優勝。同競技会終了後に金メダル授与式が行われ、5万人近い監修からの祝福を受けた。陸上、同的種目における金メダル獲得はオリンピック。 世界選手権を通じてアジア史上初。この年は出場した7試合全てで優勝している。2005年は第89回日本選手権にのみ出場 76m47 で11連覇を達成。2006年の第90回日本選手権では 80m17 で12連覇を達成。 9月10日のワールドアスレチックファイナルでは 81m42、16日の IAF ワールドカップではシーズンベストとなる 82m01 を投げて優勝。この年は出場した8試合べてで優勝している。2007年6月30日の第91回日本選手権では79平方メートル4で13連覇を達成。 8月27日の世界陸上大阪大会では、決勝8人のうち7人が80メートル以上を記録する中80メートル46で6位に終わった。ワールドアスレチックファイナルでは77メートル95で3位。2008年6月27日の第92回日本選手権では80メートル98で14連覇を達成。 8月17日の北京オリンピック大会中は80メートル71で5位になったが、12月11日に2位、ワディム・デフヤトフスキーと3位、イワン・チホン、共に、の2選手のドーピング違反が発覚。当該選手が国際オリンピック委員会理事会において失格、メダル剥奪処分を受けたため、一時は3位に繰り上がる。最低がスポーツ仲裁裁判所により下されたが、 2010年6月10日に処分が撤回されたため銅メダル獲得はならなかった。9月14日のワールドアスレチックファイナルでは 78m99 で3位。2009年は第93回日本選手権にのみ出場 73m26 で15連覇を達成。同年からアリゾナ州アスリッツパフォーマンス社に所属しているフィジカルトレーナーの崎原雅也。 理学療法士のロバート大橋、テクニカルコーチのトーレグスタフソン、中京大学スポーツ科学部教授の清水拓也とチーム工事を結成。2010年の第94回日本選手権では77、立方メートル5で16連覇を達成。IAF ワールドチャレンジミーティングスでは8月29日のリエテ大会で世界ランキング1位となる80メートル99。 9月1日のザグレブ大会で 79m91 を投げて優勝し IAAF ハンマー,アースローチャレンジの初代年間チャンピオンとなった2011年5月8日の成功ゴールデングランプリ川崎では 78m10 で2位になり世界選手権標準記録 A を突破6月11日の第95回日本選手権では 77m01 で17連覇を達成。8月29日の世界陸上テグ大会では3投目と5頭目に81平方メートル4を投げて優勝。世界選手権で初の金メダルを獲得。日本人選手で初となる五輪、世界選手権二冠覇者になるとともに、世界選手権における男子最年長優勝者、36歳と325日となった。 2012年6月8日の第96回日本選手権では 72m85 で18連覇を達成。8月5日のロンドンオリンピックでは 78m71 で3位になり、銅メダルを獲得。2011年と2012年の日本陸上連盟の年間表彰式アスレティックアワードにおいてアスリート・オブ・ザイ・イヤー年間最優秀選手に選出されている。 2013年6月9日の第97回日本選手権では 76m42 で19連覇を達成8月12日の世界陸上モスクワ大会では 78m03 を投げて6位入賞2014年6月7日の第98回日本選手権では 73m93 を投げて優勝同大会の20連覇を達成2014年の アスレティックアワードでは特別賞に選出される。2015年の第99回日本選手権と世界陸上北京大会を欠場。2016年6月24日、2年ぶりの出場となったリオデジャネイロオリンピック代表選考会を兼ねた第100回日本選手権で自己ベストを20メートル以上下回る64メートル74を投げて12位。 競技終了後、第一戦からの引退を表明。太字は、自己ベスト、高速ターンや、倒れ込みという回転中に軸を背面方向に倒す、父譲りの技術を武器としている。体重は初めて80メートルを超えた当時で95キログラム、自己ベストを投げた2003年で97キログラム。父、重信は、広字の体力的な素質について、 体力的な面では、スピードとジャンプ力があります。短距離選手に負けないようなスピードがあり、ジャンプでは立ち幅跳びで3メートル60ほどい,いました。その波外れたスピードとジャンプ力が、軽量ながら、ハンマーを飛ばせているんだと思いましたと評している。瞬発力を要する運動を得意とする反面、持久力が求められる運動を苦手としている。広ロは、 小学校で初めてマラソン大会に出たとき、序盤はトップだったのに、ゴール時点では最下位で、とてもショックを受けた記憶があります。しかし、父に、お前はマラソンが得意ではないというだけの話だと言われました。人には得意なことと苦手なことがあると気づいた経験ですとか、いる。ヒロはコントロールテストのベスト記録について、バック投げは、 一般用の方眼、7 2 6ラムで2 0ル、行くか行かないぐらいかな。立ち五段跳びは1 8ル3 0で、両足だと1 9ルは飛びました。立ち幅跳びは3ル6 0がベストです。握力は、テレビ番組で計測した時に針が振り切れて、しまったのでわからないですね、と語っている。筋力をつけるだけではハンマーでは勝てないという持論から、 2005年以降は、バーベルに複数のハンマーをぶら下げたアンバランスな状態で、ウエイトトレーニングを行う、センスや投げ網を投げる、新聞紙を片手で丸める等の感覚を磨くことを目的とした独特のトレーニングを行っている。名前は、世界を広く収めるようにと、父が命名、外国人にも発音しやすい名前にしたという。最も影響を与えられた人物として、 男子やり投げ日本記録保持者の溝口和弘を挙げている。大学2年の時から指導を受けている。それまでやり投げとハンマー投げをしていて、どちらを専門とするか悩んでいた弘ロに、やり投げやと87メートルくらいで終わるけど、ハンマーなら80メートルは投げられるから、そっちの方がいいんとちゃうか、とアドバイスしたという。好きな格闘家として、ヒクソングレーシーを挙げている。 2007年には、第2回澤彩香、ヘアスタイル大賞、メンズ部門を受賞している。漫画家の斎藤、高尾は、ゴルゴ13が、また実写映画化されるなら、室伏広次が、適任とコメントしている。元中日ドラゴンズ監督の落合博光と親交があり、中日スポーツ市場で対談したり、打撃指導を受けたことがある。横綱の朝青龍と親交があり、 室伏が高砂部屋の宿舎を訪問してトレーニング方法をアドバイスしたり遊びでハンマーを投げたことがある。アテネオリンピックの前には直接会いに来た朝青龍から金のネクタイを送られている。生後5ヶ月で腹筋運動のように状態を起こし、生後6から7ヶ月で物干し竿にぶら下がり、腕で腹まで体を引きつけたことがあるという。また、 小学校1年生で立ち幅飛び1メートル90センチメートルを記録したことがある。高校時代、体力テストのハンドボール投げで65メートル以上を記録した。野球部員でも40から45メートルを投げることができれば強犬と呼ばれていたため周囲を驚かせていたという。1996年、東京ボブスレイリュージュ連盟が行ったトライアウトに参加。 全種目、60メートル走、20メートル走、立ち五段跳び、ベンチプレス、スクワットで満点を出して1998年、長野オリンピック、日本大候補に選出されるも、ハンマー投げに集中することを決めたとして、出場を断念している。野球未経験ながら、2005年4月5日の、プロ野球横浜、巨人戦の始球式では、 急速時速1 3 1トルを記録。玉筋はストライクであった。過去に TBS 放送の最強の男は誰が壮絶筋肉バトル。スポーツマンナンバー1決定戦に出演。1 8ル先の旗を取れば勝ちとなるビーチフラッグスではアレン・ジョンソン96年アトランタ五輪1 1ルハードル金メダリストドノバン・ベーリー年に 当時の100メートル世界新である9秒84を記録に勝利している。重さ10キログラムの樽を投げ上げて超えた壁の高さを競うザガロンスローでは8メートル25センチメートルの世界記録を持っている。古田敦也は自身のブログ2011年6月13日にて当番組における室伏の凄さを綴っており番組スタッフが室伏選手はレベルが凄すぎて オファーをかけられない、スポーツマンナンバー1決定戦と言っていますが、ナンバー1は室伏で決まってるんですと語っていたことを明かしている。2012年8月、当時開催されていたロンドンオリンピックに出場していた室伏は、国際オリンピック委員会の選手委員に立候補。 したが、オリンピック会場の選手村で、ドーピング禁止のキャンペーンャラクターとして、事故の写真を使ったポスターの掲示や、同様のステッカーを配布したことが選挙に関する、複数の規定に違反したとされ、国際オリンピック委員会から失格の処分を受けた。これに伴い、本来であれば1位で、選手委員への当選を果たしていた室尾夫氏は委員に、就任できなくなった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。